光の騎士再びファイナルファンタジー4実況プレイ、私実況者キョンと申します。前回ですね、ここソットの塔にね潜入してね、四天王の一人バルバルシアの片腕であるメーガス三姉妹を撃破したというところで終わったんですね。じゃあね、次のをやっていきたいと思います。いよいよこの上にゴルベーザがいるんですが、果たして来ましたね、6階まで。で、とりあえずここで装備チェックなんですが、装備をピッパがしておきます。まあ、これなんですけどね、装備剥がしは、ニャンの装備もどうしとこうかな、無理か。で、アイテムは、これでよしと。じゃあ行きましょう。まあ、現在のステータスですが、あ、もうちょっと上がるんだ。83。戦ってもよかったんだけどね。もういいや。お、いたいたいた。で、装備チェックですね。はい。では、挑みたいと思います。ご苦労、諸君。ゴルベーザー！ローザーはどこだ？クリストルが先だ。ローザーは無事なんだろうな。無論無事だ。さあ、クリスタルをもらおう。これだ。土のクリスタルを手渡した。ローザを返せ。ローザ、何のことだ。何？話が違うぞい。どこまでも汚い奴。老いぼれに用はない。貴様になくても私にある。思い知れ、アンナの痛みを。というわけで決戦ですね。所詮老いぼれのお前に私を倒す力はないはず。メテオを使う時が来たか。やめろ、そんなことをしたら。無茶な、そなたの方が持たん。この命すべての MP に変えて貴様を倒す。おお、うバカな。メテオ9999いっちゃいましたよ。すげえな。メテオを使うとは。ふん。てら。だがクリスタルはいただいた。引くぞ、カイン。今のメテオで術が解けたか。まあよい、貴様は用済みだ。この借りは必ず返す。逃すか、ゴルベーザ。くっ、舐めるな。なぜとどめを刺さない。お前は大悲グー。この勝負ひとまず預けるぞ。セシル殿、
大丈夫か？ああ、ああ、さすがにメテオが聞いたらしい。それよりテラ。倒せなんだか。喋っちゃいかん。これも憎しみに囚われて戦った報いかもしれん。あんなの仇を、たの。てら。目を開けんかい、このクソじじい。てら殿。娘さんと一緒に、安らかに暮らすんじゃぞ。テラ、アンナの仇は僕らが撃つ。というわけでテラさんがお亡くなりになりました。なんか悲しいな。あ、もう出られない。鍵がかかっている。このイベント発動したら、鍵がかかっている。開かねえのか。じゃあ、行きますか。カイン！カイン！セシル、すまん。俺はなんということを。操られていたんだ。仕方ないさ。しかし、意識はあったのだ。俺はローザを。ローザは？この上だ。時間がない。セシル。ローザ。私、あなたが来てくれると信じていたわ。君がいなくなって分かったよ。僕は君を。セシル。やれやれ、もう熱いこっちゃ。カイン、正気が戻ったんだ。許してくれ、ローザ。操られていたばかりじゃない。俺は君に、そばに、いて欲しかったんだ。カイン。一緒に戦いましょう、カイン。すまない、許してくれ、ローザ、セシル。ごちゃごちゃやってる場合じゃなかろうが、ここは危険じゃぞ。行くぞ、カイン。セシル。竜騎士である君の力がいる。共にゴルベーダーと戦ってくれるな。すまん、セシル、ローザ。というわけで、二人が仲間に なりました。再び。その前に装備チェックですね。ここで装備チェックしとかないとね、後々大変なことになるんですよね。いきなりカインミスリル装備してるっすからね、まったく。ルーンの杖を早速装備しますか。そして金の髪飾りと、司祭のローブと、どっちがいいのかな？こっちがいいのかな？ステータスで、いきなり24だからね。強えな。ローザですが、44。これ、どっちがいいのかな？これ、ミスリーの杖だったらどうなるんだ？37。やっぱルーンの杖の方がいい。ルーンの杖装備と。じゃあね。行きますか。脱出、シャリコンだそう。
ほっほっほっ。ゴルメザード様に手傷を負わせるとはお前たちを見くびっていたようね。ゴルベーザ四天王、風のバルバイシアだ。カイン、お前も寝返ったようね。それだけの力を持ちながら。寝返ったのではなく、正気に戻ったと言ってもらおうか、バルバルシア。慣れなしく呼ぶではない。こんなことならお前もローザも消しておくべきだったわね。だが、メテオの使い手ももういまい。みんな揃ったところで仲良く、こうむりさよってやろう。ふん。宇宙船はお前だけのものじゃない。というわけで、いきなり連戦なんですよね、まったく。では、始めましょう。こいつが結構厄介なんだよな。まあ、空中戦ということもあって、トルネードが厄介なんだよな。石化が結構厄介だ。キアルラで。やべえな。うわ、当たらねえ。うわ、すげえ。回復力半端ねえな。こりゃ、回復はもう任せられるね。おい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 。で、その間に、あったあった、スロー。やばい。とりあえずハイポで回復させておこう。おいおいおい、やばいやばいやばい。こっちもハイポだな。どうしよっかなって感じだな。とりあえず、なんか使える魔法ねえな。まあ、回復しながら回復していくか。やることねえし。まあ、ここから戦っていくか。まあ、でもやること一つあったのか。ああ石化しちゃった。金の針、金の針。石化寸前じゃねえか。よし。わあ、痛いな、ダメージが。危ねえな。結構ダメージでかいな。とりあえずこまめに回復しながら戦っていくしかないですね。ああ、また、鳴りやがった。ダメだ、召喚。ジャンプで叩くしかない。回復しといた方がいいのかな、一応。一応回復しとこうか。防御するしかねえな。またトルネードか。っていうか、カインが動かねえと。っていうか、カインがまだかジャンプ。どうしよう、戦う？いや、またハイポか。結構痛いなぁ。裏で。戦闘不能になっちまった。結構きついなぁ、バルバルシア。めんどくさい相手だよな、本当にもう。
これで生き返らして余裕ねえな。回復した方が。なんかシド寝っ転がってるような感じなんだけどね、ほんまに。金の割り。これが厄介なんだよな。危ねえな、ほんとにもう。単体でかけるか。MP 張り余ってるな。どうしたものか。攻撃するか。ああ、全然当たんねえ。ああ、やっと倒せた。危なげなく勝利ですね。一人だけ戦闘不能で寝っ転がってますけどね、これ。完全にサボってるみたいじゃないですか。5500ギルを手に入れた、2250の経験を得た。まあ、これで結構レベル上がりますね。ブリンクを覚えた。お、正体表しましたよね。カイン、貴様。この私を倒しても、最後の四天王がいる。このゾットの塔もろとも、消え去るがいい。おお、何かと四天王置き土産持って置いてきますね。崩れる。くそ。ひゃー。私に捕まって。テレポ。ここはバロンのあなたの部屋よ。偽物のオウムを倒したし、もう安心じゃろう。セジル、話しておかねばならぬことが。なんじゃ、クリスタルのことだ。トロイアから借りてきた土のクリスタルも奪われてしまった。これで奴の手に全てのクリスタルが揃ったことになる。いや、クリスタルはまだ4つでしか揃っていない。4つで全部じゃ。噂に聞いたことがあるぞ。まさか。そう、闇のクリスタルだ。この世界の4つのクリスタルはいわば表のクリスタル。裏のクリスタルか。その闇のクリスタルか。そうだ。だからゴルベーザの手に渡ったクリスタルはまだ半分に過ぎん。しかし、闇のクリスタルの噂は聞いたことがあるが、どこにあるかは。だがゴルベーザは探し当てだ。急がなければ、一体どこに。文字通りの表と裏、地底だ。地底？穴でも掘らなきゃいけん。ともかく奴は、表と裏、つまり光と闇のクリスタルをすべて揃えたとき、月への道が開かれると言っていた。月への道？よくはわからんが、その鍵がこれらしい。お前に渡しておこう。マグマの石を手に入れました。これは、こいつをどこかで掲げると地底への道が開けるらしい。どこか。一体どこに。わからん。何考えて考え込んどる。エンタープライズがあるぞ。この世界なんぞあっという間に一回りじゃ。でもあれはゾットの塔に。舐めるんじゃないわ。最新型と言ったろうが、遠隔操縦でちゃーんとバロンに戻っとるわい。ならば決まりですな。シド、帰りにしてるわ。そうじゃろ、な。そうと決まったら出発は明日の朝じゃ。地底の入り口を目指し、一眠りじゃ。しかし、なぜあの時ゴルベーザは僕にとどめを刺さなかったのだろう。どうしたの？
いや、なんでもない。休もう。よし、出発だ。というわけで、新たにスタートが始まるわけなんですが、メンバーね、に新たにカインとローザが復帰したというところがあったんですね。とりあえず並び替えるか。これでいいかな。とりあえず竜騎士団には顔を合わせておくか。我らが竜騎士の誇りをかけて城を守ります。カインさんに合わせる顔がないですよ。まあ相変わらず少数精鋭ですけどね、竜騎士団。直せないとか、まあこんだけ警備が万全なら今度は渡せないでしょ。と言いたいところなんですよね。警備万全であっても奪われたんですからね。まああとはそうですね、ここで寄り道しても仕方ないんですが。お、親方の幽霊だ。え、本物？仕事仕事。親方、セシルさんも。おっとっと。ここは何もないか。あ、一度きりなんですね、見られるのは。はは。しかし、なんでこんな部屋があるんでしょうね。こんな奥に。なんか謎で仕方がないんですけどね。じゃあ戻るか。とりあえず戻りますか。ローザ、無事だったのね。ごめんなさい。もうどこにも行っちゃいけないよ。お前を城場同士になんかすべきじゃなかったんだ。違うわ、お母さん。私は良かったと思うわ。セシルの力になれる城場同士で。お母さんだって昔はお父さんと共に戦った城場同士じゃない。ローザ、そうね。死んだあの人も立派なナイトだった。セシル、この子お願いね。というか岩が見れるというだけなんですけどね。はい。それだけです。じゃあ。やってきましたミシリアに。
じゃあ長老に話を聞きます。テラマでもあれほど憎しみで戦うなと言っておったのに、バカ者が。セリフ変わりましたね。じゃあね、キリもいいところなんで、今回実況ね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。